ジャッカル2023年新製品として、続きましてこちらソウルシャットのエビカラーです。まあ馬場さんの、YouTube とかでもね、すでに公開されてるんですけども、今年ねソウルシャットに、このエビを、まあ、意識した、カラーが発売となります。で、まあ、今までエビカラーでサイトソコエビとか、まあ、ディービルシャットだったらマーモシュリンプがあったりしたんですけど、それを、まあ、よりそのエビに、まあ、近づけたカラー、そしてこういった、まあ、ラバーチューニング、を特化されたソウルシャットがね発売となります。で、まあ、その中でねマーモシュリンプも、入れていただきました。まあソウルシャットって小魚のイメージが多いかもしれないんですけど、シャットってね実はエビを食ってるバスにすごく、有効なんですけども、やっぱり底を叩いてテナガエビとか、まあ、スジエビ、さらにはザリガニなどが砂煙を立てて逃げ惑ってるようなアクションが出せるっていうのもこのシャットの特徴で、そのソウルシャットによりエビに、まあ、近づけたカラーが、ラインナップされるという感じですね。目もねすごくこういったちょっと可愛い感じになってて、カラーもまあこのちょっと赤みのある、マーモシュリンプ、さらにはまあすごく透明感のある、カラーに、もっとねそのちょっと黄色がかったこういったまあ透明感のある、エビカラーが、ラインナップされます。でソウルシャットだけじゃなくてこちらねディービルシャットも同様に追加されます。まあシャットソウルシャットとディービルシャットといえばかなりおかっぱりでも僕も対応するんですけども、この2種類があればね幅広く、使いこなせるので、よりまあ僕の場合寒くなる時期はソウルシャットが、使用頻度が高くなって、春先ちょっと暖かくなってきて、まあ、バスの動きも、より活性が高くなってきて、アピールが欲しいとか、そういった状況ではこういった、まあ、ディービルシャットが、出番が多くなるんですけども、まあ、ソウルシャットと、ディービルシャットで、まあ、このエビカラーを、しっかり使い分けてね、エビを食ってるバスをより、シャットで快適にね狙ってみてください。ディービルシャットも同様にこの3色が追加となります。このラバーがねまた生めかしいアクションをしてくれるので、ボトムを叩いてねぜひ使用してみてください。はい、2023年ジャッカルの新製品こちらチャタ、スーパーブレイクブレードです。まあジャッカルといえば、チャターベイトといえばねブレイクブレードが、今まであったんですけども、そのブレイクブレードがより使いやすくなって、新しく発売となります。今までのブレイクブレードでも非常に良かったんですけど、こちらのねスーパーブレイクブレードはより直進性能に、優れて、さらにはもう泳ぎ出しのバランスも、かなり安定して、動いてくれるっていうのが、まあ、特徴です。でこのガードのシステム見ていただいたら分かると思うんですけど、まあ、今までのブレイクブレードもここ同様についてたんですけど、さらにガードの本数を増やして、そして逆に下側ですね、デラブレイクとかにも採用されてるんですけども、この下側にワイヤーをつけることによってよりカバーをこの下に、タイトに攻めれるし、もちろん上のカバーも、しっかり回避できるので、よりそのカバーに対して、タイトにアプローチができる、さらにはカバーに当たった時にもバランスを崩さず、しっかり巻いてこれるニューチャター、ぜひねこのスーパーブレイクブレード、巻物のシーズンにぜひ使ってみてください。